バンブー死ぬまでにやりたいことリスト。相当でかい声だ。ありがとうございます。あの難易度を B から 3S まで書いてたんだよ。ああそうなんだ。黄色で塗ったやつは実現したやつ。おすごい。SS に結婚する言ったんだ。そう。マイケルモンローに会うの隣にマイケルジャクソンと会うって書いてある。なんなのこれ。マイケルジャクソン好きだの。ゴティカのあっちゃんと飲みに行く。その時はめっちゃ憧れてたんだなと思って。今になっては。介護。サテンのランチの衝撃割と好き。何のポーズ、それメロイックサインを人に向けてる状態。おう、まだいっぱいある。なんかね、やってることも多いけど、やサテン飯はでも意外だった。サテン飯はね、いい。でも今はやりたいかって言ったらそれやりたい。サテン飯紹介。確かに。でもどうやってやりゃいいんだろうな。まあ、そこのサテン行って飯食って食べんでもいいよ、ね、モアイ像を見にイースター島に行くって書いてある。モアイ像見たい。あ、そんな。でも確かにツアーで組まないもんな。そう、行かないもん。ゼップイースター島ないもんな。ゼップツアーの中にゼップイースターないもんな。俺昔からムー読者なのね。ああ、なるほど。で、やっぱりその、グラディウスとかにも出てくるしさ。グラディウスに出てくるから見たいんだ。生で見てる人の写真とか見てると、あとね、これもちょっとさっきの定食屋に関係するんだけど、はいはい、イースター島に一軒だけ日本食の店があるんだよ。定食屋があるんだよ。ということは、他にもあるんだ。日本食の店が1軒で、それ以外にもいっぱいあるんだ。なんかもうあのモアイのとこしか知らないから、結構その俺が、まあ、今あるかどうか分かんないけども、何年か前に見た時には、うん、日本で修行した人がなぜかイースター島で、うん、和食なんつうの、その定食屋みたいなやってるって。ということはそれ以外にも洋食屋とかあったり、レストランあるんじゃないの。服屋とかあったり、まあ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 、しまっつって、おばあちゃんの原宿イースター島だ。トゲ抜きモアイ、トゲ抜きモアイ、トゲが入ってんのかって話もあるけど、水かけモアイ、いいですね。モアイは前かけみたいな赤いやつつけられてるモアイ。雪が降ったら山笠つけてな。どこで何を売ってたんだよ。で、何を売り残ってどこにある家に帰ってんだよ。なあ、どんな願いを叶えてくれたんだよ。でもあるんだよ、あるらしいんだよね。なんか普通に都市部は都市部だけでも観光してもいいぐらい綺麗な街並みですね。そうなんだ。へえ、知らなかった。そこになんか、もうイースター島でも生姜焼き食えんのみたいな衝撃を受けて、イースターポークソテー。でもなんか本当和食屋が、別に海外にそんなに夢とかああいうのを持ってるニューミュージック的な感じじゃないの、その音楽的な。海外に行ったら考え方変わるとかさ。ないないない、だって昔から行ってっからさ。あんまり、じゃあそういう海外に対する、俺はねほとんど行ったことないの。韓国に4回とアメリカに1回だけなんだけど、昔からまあ極度のめんどくさがり屋なんで、国内でも飛行機乗ってどっか行くのかめんどくさいなって思った感じだから。十何時間も乗ってらんねえよって話。そうだからね、海外ここ行きたいなの夢が全然ないんだよ。これ書いたんだけど、うん、10カ国以上は行くっていうのは、まあ、見聞広げたりとか、うんうんうん、商売の種広げるのになんか行きてえなっていうのがあったんだけど。面白かった。面白いところがあったよ。ドイツとか行った時、やっぱ街並みがドラクエだと思ったもんね。そう、つまんねえな。一個も興味持てねえな。ゲーム終わったな。ゲーム好きやったからさ。そうか、面白いと思う。でもやっぱり日本の文化と全然違うところ。まあまあそれが面白いんだよね、きっとね。はい、確かに。まあ街並み今バカにはしたものの、俺は散歩好きだから、なんかただ散歩してるだけでも楽しい。あ、海外の散歩楽しいよ。楽しいのね。忍者の修行って書いてあるよ。かっこ甲賀の里って書いて、忍者の修行ってのはこれはこれなんか B に入れてるけど、叶いやすいものとして。そうだね、 B か。当時、なんか忍者学校みたいなのがネットで探した時に見つかって、忍者になりたいって思ったんだよね。どういうの、その思いは今もちょっとある。ちょっとなんかそういうなんとかスクールみたいなやつが流行った。まあでもお金があったんだよね、みんなな、うんうん、余裕があった。そう、金と時間があって、なんかおばさまたちがのそのカルチャースクールみたいな、そうみたいなやつがいっぱい流行って、でそのパロディーでこち亀の中になんか忍者学校みたいなのができてるぞみたいなのがあって、うん、で多分その後に本当にできたんだよね。できた。ああいうのがね。最近のそのなんか研究によると、ほら忍者の水雲ってあるじゃん、うんうん、あれをこう足につけて水面を浮くみたいな感じで、うん、こうスイスイ行くような、うん、服部くんのイメージある、うん、あるある。あ、違うんだって。え、違うの。違うの。どうなってんの。足入れて浮き輪みたいな感じでドブドブ行くみたいな。で足には水かきがついてなって。あ、そう、
足水かきついてるの？水かきついて、あれはだから浮き輪的になんかこう突き合う、使うよく水かきが発見されなかったの水かきがまず発見されろよマジでと別にフィンがあるんですね、足そうそうそう、フィンがあって、うん、なんかあれはなるほど、こうな、こういう感じ、その足の裏につくんじゃないんだ、そうそう、違うんかいと思って、どういうこと、どういうこと、こ女の子がジャージここら辺まで丸めてるやつじゃなくてあれかわいいかわいい、あれかわいい、あれかわいい、フェティシズム女子ファッションの話、片っぽだけになって片っぽだけ巻いて上がってるのとか超かわいい、かわいい、それはかわいいあとボーリングやりたかった、ボーリング当時ハマってて、あのマジプロボーラーになろうと思ってた、あら桑田佳祐、桑田佳祐もそうだけど、ボーリングに合わせて、あの仕事終わりにへーラウンド1に行って、2レーン借り切ってずっと投げてるみたいな、すげえ、10ゲームとか投げるみたいな、2レーンは何か理由があるんですか、いやどっちもやりたい、あのいや待ってる時間がもったいない、へーすげえ、じゃああの京極夏彦みたいなやつも違う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 、京極夏彦はドライバーズじゃないから、ボーラーがつけるの、プロボーラーつけるあのカッチューみたいでしょ、 あれも買おうと思ってた、そうなんだ、すげえ、ボールも作った、俺はね家の近所にね、あ神戸ね、家の近所にボーリング場があって、うん、そこに行って、うん、そこでレーザーディスクの、はいはいはい、はい、あれでジュークボックス、そうで ACDC の That's the way I wanna rock and roll ってやつを、うん、が好きで、俺本当にハードな音楽聴かないのに ACDC だけ好き で、うん、ですみません、 iTunes を聴いている時以外はその操作はできません、 ACDC で反応したらしい、あ、すごっ、すごい、マイケル・モンローで反応したの、本当だ、 ACDC で反応したの、俺の Siri やべえな、すごいな、そうそう、で、なんかそれを見るためになんか結構お金を100円玉に崩して何回も何回もそこで見てたので、友達でボーリング好きな子がいたから、うん、みんなで行くんだけど、俺はほとんどゲーム参加しなくて、みんながゲームやってて、俺はずっと ACDC を見てて、で順番的にあの間違いやすいとこに XTC があってそれは間違いやすいな、うん、で覚えてんの、ボーリングはだからね結構やりたかったな、でもなボーリング、これどうしようかな、ボーリング試験を、俺別に興味ねえからな、あと藤岡弘さんのコーヒー飲んでみたいっていうのあの、うん、お茶を立てるみたいに入れてくるやつでしたね、あれ結構昔からなんかよくそれ夢に書いたの、20年前にもう界隈で特にやりたいこと ないやつが書くやつだよこれでもね、飲みてーって書いてあったのノートにはノートに書いてあったの、一応この B であったりとか、うん、バムさんがまだ叶えてないことの中からこの YouTube でできることとか探せないかなというのもあるんですけど、ホットドッグ早食い競争世界大会見に行く、見に行くかやる方じゃねえんだな挑戦してます記録に世界記録食えねえよ30個とかハイエースを機材車用にカスタムしてツアー、これはもうあの80年代のバンド経験者なんか夢だもんね、あの、うん、椅子がもう、うん、特に最近、うん、ウッチーとかあのうちのギターとかは腰を言わしてるのでちょっとこれ椅子は完全に変えないとあかんなみたいな、わいせつ物陳列罪とかで捕まらない、これは一回わいせつ物陳列してみないとだよねして捕まらない、だって出さないんだったら捕まらない決まってんだ、確かに、これわざわざ書いてるってことはチンチンは出すが捕まってないってこれあのエロゲー、ああそっちか、そっちか、だからパクられんなら陳列罪とかだろうなみたいな、うん、それはなんか危険と隣り合わせなんですか、エロゲーを作る、でもなんかな、ま、ない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 、なかったんだけど、うん、その独立するときに初めて分かったんだけど、うん、あの俺風営法の届け出とか出してたのよちゃんと、はいはいはい、要はあのエッチなものを通信販売するから、ああなるほど、だデリヘルみたいな感じで、うん、その警察署に、うん、所轄の松戸東警察署に出してた、うん、事務所の大きさとあと公営でこういうことを売りますみたいな、うんうん、分かんなかったから、うん、その昔僕も編集プロダクションであのコミケのお手伝いとかしてた時に、うん、あのちょっとこう薄着の女の子が写ってる抱き枕カバーとかをこう販売される際にですね、チェックが入って当日の朝に NG が入って、うん、1000枚くらいあるその抱き枕カバーにマジックペンでシュッシュッって消してあるみたいな作業をやったことある、それがそれやってから1人前、これ昔インディーAV 会社でバイトしてるいろいろやってますね、たことがあって、うん、まだ VHS の時代で VHS がさ3000円とかでさ本屋とかのなんか書籍の形で売ってた時代があったりね、で
まあ、要はさ注文書通りに段ボールに詰めてトラックに入れるっていう、うん、まあ、要は力仕事なんだけど、うん、なんかもう周り中が倉庫でもうエロビデオがバーってあって、でそこでもう朝からずっと詰めるだけの仕事なんで、たまに撮影班が人足りなくて明日撮影班入れるやついるって俺は言ったことないけど、うん、あじゃあ行きますみたいな入って、な何するのお仕事、バイブ磨いたりとか何それそんな仕事あんだ、まず言うたら小道具そう小道具やん、そうでその中国人のバイトの人が2人ぐらいいて、うん、2人ともわざわざ日本東京来てるってことは日本語勉強しに来てるね、うん、だから休憩時間とかってそのなんか教科書見ながらノート書いてるんですよ、うん、たまに忘れる日があって、忘れた時は身の回りにあるもので勉強するじゃない、うん、愛する男の目の前で女は無理やりこれなんて読むんですか、いらないいらないそれね本当にそれも最後の最後で覚えます、言葉ばかり隠すの隠語学習、うんうん、っていう過去があ、大人のおもちゃでバイトしたことある、ああそうなんだすごいね、うん、もうあの人間模様が複雑すぎて、うん、あの友達というかその友達のお父さんがやってる店でバイトが足りなくて、すごいなそれあの、うん、ねその店番みたいな感じでやったんだけど、うん、もうなんか来るお客さんがもうみんな複雑すぎて、複雑ってどういうこと、これ絶対にこれもう犯罪やみたいな年齢で来るみたいなとか、俺さコンビニでバイト、またバイトの話申し訳ないけど、うん、あのコンビニでバイトが浅草だったじゃない、はい、浅草デイリー山崎、浅草三丁目店だったじゃない、はい、でその手前にあなんてだろう商店街があるあるあるじゃない、向こうがロック座に通じる、はい、あそこの中に久保通りやかな、うん、昔あったと思うんだよね、大人のあるあるあったあったでしょ、今もある、あ今もあるの、今もある、あれってねその例えばラーメン屋と か、うん、だから着物屋とかがさあのなんていうのお店マークっていうのかな、うん、ラーメン屋だったらこれさラーメンのなんかがなんていうんだろうね、どんぶりそう出てったりさ、はいはい、着物だったらさ着物のやつとか出てるじゃない、あれ大人のおもちゃ屋は何のマークついてるの、バイブそんな直接聞いてさそんな直接聞いてさ、でもだらけねえだろだったじゃない、あそこでえもうないよ、でもこの間通った時はもうなくなったんだと思ったんだけどな、いやああね場所変わってるんですよ、そうだよね、うん、なんだよね、あのロックスの横になってる、ああ、ま、そうなんだ、老舗はあるまだ、あれってどうなって、わあ、もう見とけよかったなと思って。いやだってみんなそういうさ、普通のおもちゃ屋さんはコマの絵とか書いてあったの確か、覚えてないけど。大人のおもちゃのピクトグラムが必要なわけですよね。そうそうそう。あれどうなってたっけなと思って。いやで、俺のところは黒いあれで、うん、子供は入っちゃダメみたいな。ああ、そうかそうか。松戸そういう店多かったんだよね。へえ。あのほら角エビってあのボクシングジムあるじゃん。角エビボクシングジム。角エビあるで系列だから分かんないけど、あのソープランドがやってて。角エビね。うん、そう。で有名なわけよ。渋谷の警察のぐらい。そう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 。あのね三角のところでしょ。でそれで俺あの友達の弟が学校でいじめられて。うん、あの強くなってるっつって、うん、間違えてソープランドに行っちゃうソープランド一緒にここは違うんだよっつってボクシングジムの方に行きたいと思うんだよっつってあの優しく追い返したっていう、面白いけどさ面白いけど何のどういう YouTube なんかあるかな、できそうなことボーリングくれから、これ至って個人的な、うん、ねあれだったから、いいよ、でも俺は何もできないけど付き合うしかできないけど、ボーリング？ボーリングだったらね。忍者だったら。忍者もいけるな。忍者な、でも時間かかりそうだな。確かに、甲賀の里まで行かなくちゃいけない。なんで甲賀なのか、今俺でも自分でも分かんない。ご指名ですよ。ガモじゃないわけでしょ。風魔でもないし。伊賀でもねえんだと思って。うん、札幌と博多にグルメ探索用マンション借りるだって。だからもうなんか、美味しいものが多いから、うん、なんか、あったら、便利じゃないみたいな感じだったんじゃないの雑誌の表紙を飾るな。これないね。おお、うん。俺あれあるよ、あの文化放送で出してる福耳。福耳の表紙だったことあるよ。音楽誌とかないの？ないよ。やろうぜ。え？次のアルバムでやればいいじゃん。音楽誌、うん。音楽と人とかに出てほしいわ。いねえな。何音楽と人って読んだこともないわ。なんか、うん、そういう意識高い人が読むよ。絶対ないじゃん。1日に5分間だけ犬になるサラリーマンの歌が入ってるそのしかも決まってないけど、もう何だったらそれその一ナンバーワンプッシュ曲だっつってんだから
都市局だっつってたの。リード局が五分五分五分つってたぜ。そうだな。でもそうだな。漫画原作を書いて売れるね。うん、そう。これもやってみたいな。いや、一回書いてみ。見ないよ。妖怪ハンターみたいなのができそうだけど。知識ねえくせに。小説を書いてみるっていうのもね。和洋中で5品ずつ得意料理を作る。5品じゃなくても得意料理。あ、料理あるんだっけ。まあ結婚前は結構もう独身のこじらしてたから。そうなんだ。めっちゃやってたね。あ、そうなんだね。偉いね。いや忙しくてそこそこ金があるやつなんて好きでないと料理しないから。だって結構うち正月読んで料理振る舞ったりもしてた。本当に、うん、なんかそういうの地味にちょっと需要ありそうですけどね。お二人が普通にちゃんと料理するっていう。そうだよね、うんうん、キッチンスタジオも今借りると安いから、はいはいはい、割となんかお互いのこう当て料理を紹介。おー、いいですね。うちはもうあれだもん。だってその学園祭学園のメンバーがさ料理うまいやつ揃ってるからなんかね企画だとその子たちね。俺本当何も少ないと思う。もはや王の手下が、うん、もう何にもやんないからあれだけど。まあでも別にねキッチンスタジオでなんか適当に作るとか ねどうだろう。生姜焼きを作ってみるっていうのをやる。ワンテーマに進めて生姜焼き自分で作るかっていうとあれ食いに行くもんだから、うん、作った経験って生姜焼きってあんまないんだよね。確かに作ってないことないけど家で作るときだから生姜きつきはきついほどいいからな、うん、たまにさあの口癖なんだろうけど、うん、何々考えてると天才だと思いませんかみたいなことを言われることがあって、うん、豚に生姜入れて焼くって考えたやつも天才だと思いませんかって言われたことがあって、ちょっと待ってね、ない世界を一回考えてみよう。確かに。いや、わかんないけど俺はたどり着いたかも。臭みとか油とかめんどくせえ、そういうことを言ってる。でもさーなんつって。あるよ、これとこれを思いついたやつが天才だと思うことあるよ。俺そのひき肉ピーマンはそれなりに天才だと思うよ。なんでと俺そこにたどり着かないと思う、うん、でも俺豚と生姜は俺自力でいけっかも。なんか会話になんなかった。俺かすってニンニク豚はあると思うんだけど生姜まで行き着く自信ないわ。 あとラーメンを初めて見た時に具を結果俺らあれを知ってるけど、うん、普通にねチャーシューがあるじゃん、うん、まあ、ネギがあったりナルトがあったり、ね、があったりとかさ、ね、あるでしょ、うん、あれが全くない状態でラーメンが出てきた時に俺何を置いただろうとかメンマ絶対だってメンマなんてラーメンで知ったんだもん。そうですね。メンマって俺割り箸から好かれてると思ってたもんだって。あ、バカですね。バカだわ。本当に竹だと思って美味しい割り箸だと思ってたんだけどね。でもあれか、韓国では爪楊枝がトウモロコシの澱粉質みたいなやつで出てきたから爪楊枝食べれるの。爪楊枝を揚げて食う料理が。あ、なんか見たことある。え、マジかよと思ったんだけど、あれそういうことなんだ。そうあのね、あのラーメンの具を、いやそうなんだよ。肉は入れると思うの多分、うんうんうん、ただチャーシューってことないよなって。チャーシューだったら縛ってさつけてさ、うん、わざわざそれ加工してるわけじゃない。そうそこに行き着かないと思うんだよね。まるまるのない世界で具を考えようは一本取れますね。そうだよね。アイラブユーのない世界ですよ。え、具のことアイラブユー、アイラブユーのない世界でメンマだけがこう生き残ってる。何もなかった世界から僕はメンマのある世界へやってきたのだ。いろんなみんな知ってる食べ物の概念からまず一旦具を取り除いて記憶を失ったところから何乗せようかの。それ面白いね。やりましょう。それ面白いね。ありだと思う。それありだね。まあ、せっかくいいのいただいたんで、この中からなんかかもしんないし、あともそのさっき喫茶店の話も出たしね。そう、うん、喫茶店はね飯の話に行きやすいんだよな。飯以外もいいから、プロボウラーとかもありだと思うよ。ボーリングで何、まあ助っ人2人まで OK みたいな。何それ。あ、チーム戦。チーム戦。淡谷さんはもう自由に強そうな2人連れてきていい。そう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 。なるほどね。あの浅沼慎太郎君って友達の声優が象使いの資格取ったよ。ラオスまで行って。すげえ。うん、わしざきチーム第2ボーラーゾウみたいなもん。ガシャーン。止めれる駐車場にまず。というか俺乗ってくんのか。しかもあの氷の中にいなくちゃいけない。ボール投げさせる。小僧にしてあげて。合う靴あるかな。あれね、盗難防止用にダサくしてあるらしいですよ。ボーリング場。そうだった。初めて知った。
こう投げてくれるわけでしょ、鼻で鼻でこう投げてくれるわけでしょ、かわいい。昔考えたのが、そのリスナー、これね、動画見てる人から、あのボーリング腕の立つやつを3人チーム編成して、うん、俺らがそのリスナーと戦うっていうのもある、ね、もうちょっとボーリング趣味にしてる声優とか探ってみよう。お、いいですね。俺もちょっと関係者に当たってみようかな。うん、私がもこもこチャンネル本気ボーリングボーリングクラスターがすげえ熱い、想定してなかったチャンネルの企画になった。じゃあ、うん、じゃあそんな感じで、じゃあちょっとそうだね、まあ、やってみましょうかね、うん、はい、初めてちゃんと締めるわ、ちゃん、はい、いや一応言っとかないとな、ね、チャンネル登録よろしくお願いします。あと妖怪ハンターを読め諸星大二郎さんの